アマシイラ、学名ルバースインペリリスは、鈴木目ニザダイアモク、アマシイラ科に分類される魚の一種。段階、外洋性の大型魚で、稀に魚獲される。突出した学と体系は、和名通りシイラ、小柄竜気線は、サバカやサメ類、生活様式は、マンボウ類、マグロ類、カジキ類に似るが、分類上は、ニザダイアアアイゴに、近縁のニザダイアモクとされている。 アマシイラ科の魚は古代産機の化石種が知られるが、現生種は一種のみでアマシイラ科、アマシイラ属に分類される。生魚は全長2メートルに達する大型魚である。額が突出し、目、尾、口は頭部の下方に偏る。口は小さく歯もないが、前に少し伸ばすことができる。胸びれは鎌型、尾ひれは 大きな三日月型で、小柄には一本の大きな小柄流気線がある。一方、腹気は左右の棘状が融合し一本の短い棘になり、背びれと尻びれは低い。体表、ヒレ、肉はピンク色をしている。全世界の温暖な外洋域に分布し、表層、中層単独で遊泳する。植生は肉食性で、クラゲサルパ小型甲殻類、糖塞類、 小魚など遊泳性の小動物を幅広く捕食する。胃腸の内壁には多数のヒダがあり、腸は長い。晩春から初夏にかけて産卵する。孵化直後の死魚は頭部が大きく、背びれと腹びれに長いトゲ状が発達していて、制魚とは著しく異なった体型をしている。治魚期には一時的に背びれ、尻びれも広くなるが、成長につれて背びれ、腹期、 尻びれが縮小し、頭部が体に比して、小さくなる。本種を特に狙う予報はなく、流し網やハエナーで、マグロ類、カジキ類に混じって漁獲される。肉質はメカジキに似て、ステーキやテリヤキなどに向く。ありがとうございます。